K さんという女性が体験した話です。彼女には幼い子供が3人いました。ある日、その子供たちを自分が運転する車に乗せて買い物へ出かけた。買い物を終えて店を出て車に乗り込み、家に向かって走っていたところで、あっと思い出したのが、用事があって、友人の家に寄らなければいけないということだった。ちょうど、 その友人の住むアパートの近くを走っていたのでそのまま向かうことにしました住宅街に入り細い道を進み友人のアパートの前までやってきたアパートの隣は雑草が生い茂る空き地でしたその雑草伸びに伸びて人間の背丈ほどあるその空き地の前に車を止め 後部座席に並んで座っている子供たちにすぐ戻ってくるからちょっと待っててねそう言ってエンジンを切り車を降りてアパートへと向かった友人の家はアパートの2階外階段を上がり廊下を進んで部屋の前まで銀ターホンを押すすぐに友人が顔を出して用事もあっさりと終わりましたそのまま帰ろうとしたんですが 話好きの友人でついついおしゃべりに夢中になってしまったそれがいけなかった突然パーッとクラクションの音が響き渡りました自分の車のものおそらく待てずにいじれた子供たちがいたずらで鳴らしたんでしょうごめん子供たち待たせてるからそう言って友人と別れて外廊下を足早に階段の方へと進んでいく視線を 車の方へと向けた自然と隣のあの空き地にも目が行くその空き地の真ん中に妙なものがあることに気がつきました人の背丈ほど伸びた高い雑草のさらに上そこで人の頭のようなものがゆらゆらと揺れている一瞬カかしの 人形の頭かと思ったがその割には妙に生々しい。もしかして幽霊かそう考えるとすっと背筋が寒くなった。だがクラクションがまだ鳴っている。足を止めてしげしげと確認するわけにもいかず無視をすることにして階段を降りて車のそばまで戻りました。外から窓を覗き込むと 後部座席で子供たちがワーワーと騒いでいる。彼女の隣空き地の方を指さして何か言っているがよく聞き取れない。おそらく子供たちもあの空き地にいた生首のようなものを見て怖くなってクラクションを鳴らしたんだということがわかりました。運転席に乗り込んでごめんごめん怖かったね。そう言ってエンジンをかけてすぐにその場を離れた。改めて見れば 子供たちは3人ともボロボロと涙を流して怖がっているよっぽどだったんだかわいそうなことをしたと思っているうちに一番年かさの息子が何があったかを話し始めたあのねあのね待ってたら女の人が来てねその女の人首がないのえっ 空き地の話をするのかと思ったら、全然違う展開になって驚いてしまう。その首のない女の人がね、ぐるぐると車の周りを回ってね、怖くて鳴らしたの。ママが帰ってきたら、その横に首のない女の人がじっと立ってたの。言われて思い返してみる。確かに。 車に戻って外から中を覗き込んだ時子供たちは自分の横を指さしていたてっきり空き地の方を指しているのだと思っていたがどうやら違ったらしい一生懸命語る子供たちとても嘘をついているとは思えなかった自分の横にあの瞬間首のない女が立っていたと思ったら怖くなっただが一体それは 誰だったのだろうか。首がない女と、首だけが浮いていたあの空き地、何か関係があるように思えて仕方がなかったと、K さんはおっしゃっていました。